私は本日の司会を務めさせていただきます呼びかけ人の一人、文芸評論家の上和英太郎と申します。よろしくお願いいたします。それではただいまより平和安全法制の早期成立を求める国民フォーラム記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに呼びかけ人を代表いたしまして桜井よし子先生より趣旨説明を兼ねご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。今日はお集まりいただきまして本当にありがとうございます。記者会見ですので座ってお話をさせていただきます。今日この国会に対し我が国の安全保障を見据えた審議と平和安全法制の早期成立を要望するというタイトルでこのような会見を開きました理由はですね、日本は今本当に大きな変化に見舞われています。世界が非常に大きく変わる中でその変化に対応をしなければ我が国の存立が危ういという危機感を私たちは持っています。そのために今国会では安保法制の議論が行われているわけです。この安保法制の議論が正しく理解されてそして正しく論評されて賛成反対きちんとした理由に基づいて国民の意思が反映されなければならないというふうに感じているわけですけれども、このメディアを舞台とする議論を聞いていますとどうもその一番大事なところが抜けているような気がいたします。メディアの中にはですねこれを戦争法案と呼んでいるメディアもある。そのように戦争法案と名付けている国会議員もいる。そしてまたこの安保法制を実現すれば日本が徴兵制に行き着くんだということをその煽り立てる新聞もあります。正直申し上げてこのような主張はいかなる知的基盤に基づいているのか非常に理解しにくい。どのような事実、どのような法制、どのような事実をもってこれが徴兵制に行くことになるのか、これが戦争に導くことになるのか本当に分かりにくいところであります。むしろ私たちは国際社会の政治の現実を見ると日本がこの安保法制を実現することこそが戦争の危険を低めることだというふうに感じています。戦争を抑止するための法案がなぜ戦争法案だというふうに煽り立ててしまわなければならないのか分かりません。ですから私たちの考え方も戦争法案だという人たちの反対側にあるのであるということを知っていただきたい。世の中は戦争法案であるとか徴兵制であるとかそのようなことばかりを言っている人たちではないということを知っていただきたいということが一つと、それからまた国際社会の日本に対する見方を見ますとですね、今日本国内で行われているこの極めて感情的な議論がいかに異常なものであるかということを感じます。私は今朝6時半にシンガポールから戻ってきました。国際会議に出席をしておりました。そこでも日本で行われているこの安保法制についてはアジアの国々から非常に前向きの評価というものが出ていました。このようなことをやはりメディアの人々は伝えるべきだろうと思いますし、また日本国民も知る権利があるだろうというふうに考えます。安全保障というのは国の基盤であります。私たちの国をいかに安全に守るのか、国民の命をいかに守るのか、それは今現在の私たちに関することだけではなく次の世代も、またその次の世代にとっても非常に大きな問題です。現役世代の私たちが知的にも責任を持ってしっかりと考えてこの法制に対しての結論を導くことが大事だというふうに思いました。これが今日このような会見を開いた一番大きな理由です。どうもありがとうございました。
では続きまして声明文を発表いたします。朗読を、細川あの先生にお願いします。国会に対し、我が国の安全保障を見据えた審議と平和安全法制の早期成立を要望する。現在、国会で行われている平和安全法制の審議は、集団的自衛権の限定的容認をめぐる政府見解の合憲性や過去の政府解釈の整合性など憲法解釈論争に焦点が置かれている。だが、最も重要なのは、我が国周辺の安全保障環境の変化に着目し、現実的な審議をすることである。集団的自衛権の行使は、国連憲章51条によって、すべての加盟国に認められた国際法上の権利である。日本にも当然認められている。ただ、我が国には自衛力を超える戦力の不保持を定めた憲法9条2項があり、したがって行使に一定の限界を設け、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する9条1項という国民の願いに合致する内容でなければならない。政府が新三要件で示した我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険のある場合に限り、集団的自衛権の行使を容認するとの見解は、この意味で明らかに憲法の許容範囲内である。また日本が主権国家として固有の自衛権を有し、必要な自衛の措置を取り得ることを認めた砂川事件最高裁判決の法理に照らしても全く問題はない。今、我が国周辺の安全保障環境は激変しつつある。オバマ米政権は内向き志向を強め、軍事費を大幅に削減する一方で、一昨年9月には、米国はもはや世界の警察ではないと宣言した。これに呼応するように、中国は国際法を無視した力による現状変更に拍車をかけ、南シナ海では近隣諸国からの強い抗議をよそに、7つの岩礁を目立て3000メートル級の滑走路も建設した。東シナ海でも日本との中間線上付近に16基のガス田用のプラットフォームが確認され、軍事転用される危険もある。これらの海域は我が国にとって重要な海上輸送路であり、中国により軍事支配は航行の自由を脅かし、国民生活を根底から覆すことになりかねない。また北方四島を不法占拠しているロシアは、クリミア半島を併合し、武力による露骨な領土拡張政策を進めている。北朝鮮は核開発を進め、日本海に向けて弾道ミサイルを何度も発射している。このような現状を見れば、平和安全法制の整備こそ急がれる。日米安保条約を緊密にし、抑止力を高めることが大事である。平和安全法案は戦争を抑止するためであり、戦争法案ではない。にもかかわらず徴兵制に打ち付くなどとありえない危機を煽るのは無責任であり、非現実的である。国会において真に我が国の安全保障を見据えた審議を行い、一刻も早く平和安全法制を確立することを強く要望する。平成27年8月13日平和安全法制の早期成立を求める国民フォーラム。
では続きまして今の声明文に関し5人の先生方よりコメントをいただきます。まず最初に先の衆議院の審議で問題となりました安保法制と憲法に関して西修先生よりお願いいたします。はい、何もですね与えられている時間は2分ない3分ということなので非常に今限界があります。まあ、一言で言えば、今の1段、2段落目と3段落目、ここが憲法との関わりのところであります。まあ、ここにも書いてある通り国連憲章51条では集団自衛権、それから個別的自衛権、これは加盟国すべての固有の権利であるということが書かれているわけであります。そして我が国はこの国連憲章に参加をいたしました。特に留保をつけたわけではありません。で、したがって、まあこの国際法的には当然その自衛権の行使は認められる。ただ、まあ国連憲章もそうだからといって憲法が全てそれに、従わなければいけないかというわけでは決してない。まあ、憲法で制約をすることはこれはまあ可能であります。でそこで、まあ、我が国では自衛力を超える戦力の行使を、まあ、憲法9条2項が定めておりますし、まあ、さらにまた、この後で言いますように9条1項のですね、制度秩序を基調とする国際平和制度に帰郷するという、まあ、この主は日本国民はでありますけれども、まあ、こういう、まあ、国民の願いに合致する、まあ、自衛力を超えちゃいけないとかですね、そういう憲法上の制約があることは当然であります。さてそういう制約の中で今回示された、まあ、新三要件、まあ、これを、まあ、読むことになりますけれども、我が国の存立を脅かせる国民の生命、自由、利己、追求の権利が根底から覆され、迷惑の危険万が一に限ってですね、まあ、集団自衛権の行使を限定的に容認すると、まあ、これは明らかに、まあ、憲法の許容範囲である、まあ、こんなふうに考えるわけであります。そしてそういうことにつきましては、まあ、すなわち県最高裁判所の法律、すなわち、我が国が、固有の自衛権を持っている、そして必要な措置自衛の措置を取り入れるんだ、まあ、こういう最高裁判所の判断に照らしても、また従来の政府解釈ですね、必要最小限度ということを言っているわけでありますから、その必要最小限度ないですね、この限定的な主権自衛権を含むということは、従来のその政府の法律ですね、そういう中に今から逸脱はしていない、まあ、憲法上そんなふうに考えるべきであるというふうに思うわけであります。まあ、そういう憲法上の問題についてですね、私は全体的に今桜井さんがおっしゃいましたけども戦闘抑止法案である、まあ、こんな捉え方がいいと思うし、まあ、憲法上問題はないんだということを私の方から申し上げ、あとは、じゃあなぜ必要かについてはまた他の方々がおっしゃるかと思います。私の方から以上にさせていただきます。